どうも、バグダッドカフェです。そう、バグダッドカフェの一ノ瀬です。いずみです。コンプリート爆弾の近藤秀司です。そしてドラゴンの村山ひろきです。6月の12日から14日まで花園町にあるジャンププックというカフェで、お芝居、公演をしますので、ぜひ見に来てほしいと思ってます。今回はどういったお芝居になってますか、泉さん。あ、私ですよ。じゃあ言わさせていただきますけれども、3つの作品をですね、15分ずつやるんですね。お15本、それぞれ全然違った作品をやっております、うん、1個目は、まあ、いわゆるその生の会話があるような会話劇ですね。で、2つ目はちょっとアーティスティックな感じの作品。なるほど。で、3つ目はもう僕会社でプレゼンやってるようなことで演劇をする。こんな演劇どうですかっていうような、まあ言うなれば、まあ実験公演とは言いたくないけども、まあまあちょっと趣向を凝らした、はい、それとは違う公演となってございますね、はい、なるほど、そうですか。村山さんはどうでしょう。はい、どうでしょう。そうですね。2つ目のチルアウト版、チルアウト版に出演の村山さんです、はいはい、初めてバグダッドカフェに出演させていただきまして、精一杯勤めさせていただきます。真面目やな。はい、近藤秀司はですね、プレゼンテーション演劇、暗劇に出演させていただきます。で、あの、天劇キネマトロンでいつもお世話になってます、吉田聖子という、大入門ですね、同じく私と同じ暗劇に出演しております。一ノ瀬直美さん、出演さ、どれにされるんですか。3本とも。全部で、出ずっぱで、わがままやね。まあ、それは、バグダッドカフェのね、女優さん人いるんで、女優さん人はね、3本。フルで、それぞれの作品で、ちょっと、それぞれ。違うことをやるよみたいな感じで、ほんま全然ちゃうね、ミスともちゃんと同じ人がやってるのがすごいよね。すごいでしょ。喜んでるね、珍しく。で、一つ目の昨年、不在最終公演というドキュメンタリー会話劇にはですね、これも100円の男優の佐藤健太、健太郎、あれ、これ森田の和津君って呼んでるけど、そう、見てるか、見てるか。バグダッドカフェで初めての男子主演やからね、ちょっとやばいですね。やばい。そういう意味でもバグダッドカフェファンのお客さんはぜひその辺も楽しみにしていただけたらと思います。2000円。それ大体学生さんは1500円で、15歳の人はタダにしてます。ほんまや、15歳の人無料やで。世の中3たち男子女子と集え。そう、ぜひぜひ行ってください。素晴らしい。あんま中3向けの芝居じゃないごめんね。まあまあ大丈夫、ね、大丈夫、すごいなお芝居してって思えると思います。よろしくお願いします。